JA セレサモスで買った木干しです。葉っぱの下の茎を切ってしまったものを3枚用意します。器はちょっと深めの鉢です。上から2センチぐらいまで水を入れておきます。葉っぱを3枚ちょっとずつずらしながら置きます。シャガです。花の終わってしまったところは取ってしまい、つぼみの部分と咲いているお花のところだけを使います。まず一番下に入れます。これぐらいの長さにして、葉っぱの下から出してみます。順番にこんな感じで、これぐらいの長さにしてどんどん葉っぱの間に入れていきます。つぼみだけの部分もちょっと使います。出来上がりです。